カードマジックカードマジックとはカードを用いたマジックの総称。クロースアップマジックやサロンマジックの定番である。ステージマジックではカードマニピュレーションが行われることが多い。カードマジックを演じるマジシャンをカーディシャンという。カードマジックの発展に貢献した人といえば、ホフジンサー、ダイバーノン、エド・マーロー、ポール・ル・ポール、マックス・マリニなどが挙げられる。 使いやすさからアメリカの US プレイングカード社のトランプが最もよく使われている。特にバイスクルが圧倒的にマジシャンに支持されており、他にタリフォーやビーなどの種類がある。これらのカードはアメリカのコンビニなどで2ドル程度で販売されており、廉価なため最も消費されるカードとなっている。世界中のメーカーが独自のカードを販売し、品質は様々である。 前述のトランプがすべて紙製であるのに対し、日本で一般的に売られているトランプは多くがプラスチック製である。一般にカードマジックには紙製のトランプの方が適しているとされている。これにはプラスチック製のトランプは摩擦が大きくカードをテーブルの上で広げにくいなどの理由がある。またトランプのサイズにはポーカーサイズとブリッジサイズの2種類があるが多くのマジシャンは ポーカーサイズを使用している。マジシャンが使うトランプには滑りやすいようにエンボス加工がされてあるものが多い。カードの裏模様の外側に白枠があるかないかも重要である。白枠があれば一枚だけ表向きのカードが混じっていても簡単にはわからないなどの利点がある。白枠がないと向きの違うカードがすぐわかってしまうが、いくつかの技法は白枠がない方が容易となる。 バイスクルやタリ砲には白枠があるが B には白枠がない。裏模様に天地がある場合は、それを利用したマジックができる。ただし、天地があるとそのせいで種が露見してしまう場合がある。ため、大抵のマジシャンは、天地のないものを使う。クロースアップマジシャンの前田智博へは、US プレイングカード社により、専用のカード、智博前田モデルタリ、フォーゴールドフレームが、 製造、供給されている。マジシャンのために、既存のデザイン変更が行われるのは、マジック界では異例。カードマジックの解説が登場した初めての文献は、1584年に、イギリスのレジナルド・スコットによって出版された、ディスカバリー・オブ・ウィッチクラフトである。この本には5つのカードマジックが解説されている。そして1902年に、アメリカの SW ・アードネスが出版した。 ザ・エキスパート・アット・ザ・カード・テーブルが初めてのカードテクニックの専門書となる。この本は本来はカードマジックの紹介ではなくイカサマシの手口の紹介を目的として書かれた本であるが、ダイバーノンやロベルト・ジョビーなど多くのマジシャンが高く評価している。その後、多くのマジシャンや研究家によって様々なカードマジックの専門書が書かれるようになった。有名なものを以下に挙げておく。 日本では1725年に早見健山によって書かれた万世ひじまく枕や1727年の和国寺へややにカルタを用いた記述が紹介されている。デックやパケット、カードの持ち方としては以下のようなものがある。カードマジックの秘密はギミックとスライハンドとセルフワーキングの3種類が考えられる。ギミックとは仕掛けのことで カードに仕掛けがある場合もそれ以外のものに仕掛けがある場合もある。スライハンドとは主練の技術のことである。セルフワーキングとは数理的な原理によって手順通りに演じれば必ず現象が実現できるもののことである。これらの要素が複数組み合わさって成立している。マジックも多い。古典的な名作や多くのバリエーションを生み出した傑作などを紹介する。他にも 以下のような有名なカードマジックがある。ありがとうございます。